おはようございます。6月1日になりました。月が変わったんで月足から FX の方を見ていきたいと思いますけども、今ご覧いただいているね、チャートの方こう、なんですかね、ペナントみたいになってますよね。月足はで、横ばいの方に推移していって、この後ブレイクがどこかで起きるとは思うんですけども、現在のところですね、まあ月足では大きな動きが見えません。どちらかというとローソク足がどんどんちっちゃくなっていきながら、右の方にね推移してるかなってところでございます。まあこれからこの今丸を書いてますけどもね、こちらの小さくなったコマみたいなところと、あと2つぐらい前の月足ですね、こちらの方が上髭と下髭を同時に出しておりますね。で、方向性迷ってるところなんで、いよいよね上の方にブレイクするのか下の方にブレイクするのかってことを月足では匂わせるような、そんな段階になってます。こういうふうにねペナントを以前は引いていたんですよね。でそれをブレイクして下の方に行ったんですけども、はっきりと下にズーンと伸びるというよりも、まあブレイクはしたんだけども、どうもね、上の方にまた戻りつつある。まあ要するに、三角形抜けたんだけども横ばいに入ってるんではないかなっていうことなんですよ。横ばいのレンジが月足では、まあ、暗示出せるかなっていうところですね。大きな動きとしてはどうなんでしょうね、買いなのか売りなのか分かんないですね。はい、で週足の方を今切り替えてみてるんですけども、週足を見ていくと、これはですね、下の線っていうのは104円の945ぐらいで固定してるんですよ。何回も申し上げました、今丸をつけてますけども、ここに当たるとローソク足っていうのは上の方に跳ねるという性質を持ってるんですよね。ですので下の方線をぐーっと引いていきます。ここに当たるととにかく上の方に行くんですよ。不思議ですけどね。で上の方に線引いてますけども、こちらの方はだんだん切り下がってるかなってことですよね。で一応丸のところからどういうふうに跳ねたのかを今線を引いてますけどもね、 M を書くようにしていくつかこう図形が見えてきます、波形がね。で高値は切り下がってるかなっていうところですね。安値はずっと一緒なんで、こういうふうな形で三角形イメージされます。まあでもそっからね横ばいに向かってるんではないかなと思うんですよ。大きくはね。じゃあ次の時間軸見てみましょうか。で次は日足ですね。日足は大きくクレバスを書いてね、それまではずっと右肩上がりだったんですけども、クレバスを書いた後下の方に向かって、でちっちゃい今度はクレバスになってます。今下に当たって今度また上昇を進めてるところなんですよね。まあただね、細かく見ていくとこの日足も小さなローソク足になって横ばいに向かいつつあるんですよね。一旦こう上の方に向かったかなと思ったんですけど、横ばいの方に調整されていますね。で次の時間軸を見てみましょうか。1時間はね私がエントリーするところなんですけども、ご覧のように上と下に黄色い線がありますよね。黄色い線がレンジなんですよ。1時間はレンジに入ってしまったんで、まあちょっと呆然と見ていたわけなんですけども、このレンジを抜けた時上にブレイクするか下にブレイクするか、ブレイクしたのについていってエントリーをしていきましょうってことなんですけどもね、今レンジをこうやって上下に引いてますけども、この幅だとなかなか利益が取られづらいんで、まあ、エントリーするチャンスが先月の4週目ですか、なかったんですね、5週目ですかね。まあブレイクしたところがありました。結局は金曜日の夜の話です。で、ブレイクして、まあ多少ね、取れたと思います。で、これがエントリーして、どこでじゃあ取りましたかってことです。あ、すいません、先ほどは4時間でしたね。今1時間です。1時間で見てみると、このレンジをブレイクして下の方に行った瞬間があります。これが金曜日の夜なんですけども、そのちょっと前にヒゲが出てます。そのヒゲを超えるぐらい下の方にブレイクしたら、あ、これは下の方に行ってるんだなということで確認して、セルになります。要するにね、そのゾーンを超えてどこでセルに入ればいいかってことですけども、ゾーンを超えた前のところにあるヒゲを、まあ、参考にしてるかなってことですよね。ちょっと星が出ちゃいましたけど関係ないです。下の方に行ってこの辺りで利確ができるんじゃないかなっていう線を引いてますね。でその後ね、なぜかまた急速にレンジの中に入ってきました。ドーンと下がってドーンと上がったわけなんですけども、多分これはおそらくトランプさんの中国への強硬路線、要するにドルですからね、それが関係してるんじゃないかなと後付けで思ってます。では最後の時間軸15分ですけども、現在窓を開けて陽線が出ているなってところですよね。でこっから言えることってのは何かなっていうことなんですけども、とりあえず15分は窓埋めするでしょう。窓踏めよね。まあ、ですのでしばらくは上昇に向かうと思うんですよ。それが6月1日の朝6時20分ぐらいから、数時間、4、5時間の間に起きる出来事かなと思っております。まあ、これからも注目していきたいところですよね。
まあ、全体的にはですね、やっぱり横ばいに向かいつつあるレンジの方で、まあ、収まりつつあるのかなと思いますんで、ちょっとエントリーは慎重にならないといけないですね。せっかく6月入ったんですけども、6月、まあ、どれぐらいチャンスが眠っているかなってことでございます。まあ、ちょっと5分ぐらいダラダラと喋っちゃいましたけども、はっきり言って、上昇目線なのか、下方目線なのかね、上目線、下目線、わかりません。ですんで、横ばいの濃厚ですよね。横ばいっていう視点が。まあ、FX ね、やればやるほど面白いんですけども、わからないとね、やっぱつまんないですね。今日わかんないんで、私もつまらない相場解説してしまったような気がします。それではまた会いましょう。